これは僕プライベートの考えではなくて役割として言わせていただくならば、うん、今この誰々さんにこの動きをされるとすごく、うん、目的、要するにお客さんのためにこういうところが困るんでここを改めていただけないか。皆さんいつもご視聴ありがとうございます。ご視聴ありがとうございます。江藤先生、はい、今回は質問をいただいたんですけれどもよろしいでしょうか。10年以上勤めたお店が閉店になり、はい、新しい職場に転職したばかりです、うん、そこは女性3人の職場で、うん、私以外の2人は20代と30代お自分の娘のような年齢ですが職場では先輩です、うん、新米の私はベテランの彼女たちの言うことをはいはいと聞いています、うん、仕事なので割り切ってはいますがストレスはないわけではありません、うん、年代が違う人とうまく付き合っていくための気持ちの持ち方を教えてくださいそうね。この質問者の気持ちとしてはうまくやりたいわけですもんね、はい、だからでもどっかで自分の中でやっぱりそのね年下で自分の娘ぐらいだっていう人に対してはいとかありがとうございますとか確かめますとかいうのがすごくまあ微妙にまあ気持ちわかりますね、はい、ストレスになるっていうことはね、うん、例えば海外だと、うん、能力主義なんで、うん、自分より年下の人がボスってことはしょっちゅう起こり得るんでまあそういう部分では慣れてる部分があるんだけどやっぱり日本では年功序列って言って自分のボスとか上司って年上であるべきっていうねそういうずっと長年それできたんでやっぱりこれからの時代これはこの相談者だけの問題じゃなくて誰もが起こり得ることなのかなとでやっぱりこれ逆のバージョンでねその上司側からするとその自分より目上の年齢の人に今度は指導するっていうものにすごくストレス抵抗を感じるっていう人もやっぱり相談する中で多いんですよね、はい、でその時に僕が一番思うことはまずブロックがかかってるのは自分の先入観なんですよね、うん、年齢はっていうね先入観、はい、僕はやっぱりそういう考え方をちょっと置いて職場っていうのは僕役割の束だと思うんですね。え、役割の束ですか。そうそう、うん、極端なし部長と課長っていうものがいた時に、うん、部長は部長課長は課長の役割があってれば職場ってのは動くんですスムーズ、極端なし人間関係悪くても動きます役割にきっちり徹すればね、うん、それに対して会社はお金を支払っているんでまあそういう意味ではそこに、うん、人間関係があったらあったに越したことないんでしょ。それがないから僕はやりたくないって言ったらそれは子供の心理なんですね、うん、だからそこはちょっと大人になって大事なことは職場というのは一人ではできないことをみんなで役割として束になって、うん、エンドユーザーお客様にどれだけ素敵なサービスや商品を提供できるかということなんですよね、はい、でそのためにここで、まあ、自分はこの会社ではまあ言えばよちよち歩きの赤ん坊みたいなもので、うん、歩き方とか過ごし方がよくわからないその時にたとえ年下であったとしてもそれは先輩たちなわけだからやっぱりそういう動き方とかここでの立ち振る舞いを教えていただくっていう気持ちになれば、はい、それは強いて言えばお客さんに喜んでもらったり、うん、自分はそのためにさらに報酬をいただいてるわけなので、はい、それに対してきちっとした役割を徹していこうっていうねいう目的ができれば、うん、おそらくそのストレスは枝葉になって枝葉ってのは枝葉末節っていうんだけど幹はお客さんに喜んでもらうものを提供するために自分はここで雇われてるそのために自分はまず早く仕事を覚えてきっちりとした形の仕事ができるようにしなければいけないそのために教えてもらったありがとうございますだしこうサポートしてもらったらご親切に助かりましただろうし、うん、で僕はね自分が年下で目上の人たちに仕事を指導してるんだっていう人には、はい、逆に言えば、うん、終わった後プライベートの時にはいや本当にいつも助かってますとか、うん、誰々さんのおかげでっていうね声をかけた方がいいよとただここで役割上厳しくこう言わないといけないっていう時にはこれは僕プライベートの考えではなくて役割として言わせていただくならば、うん、今この誰々さんにこの動きをされるとすごく、うん、目的要するにお客さんのためにこういうところが困るんでこ
ここは改めていただけないかっていう形で敬意を持って指導していかないといけないっていうことは、うん、まあ仕事のできる人たちはそれはちゃんと分かってるんで、はい、それをきちっとやるんですね。で、プライベートの時に飲みに行った時にはそこはあの個人が絡むとこなんで、いや誰々さんいつも助かってますとか、ね、先輩なのに本当に指導ね下取り動いてくれて本当におかげさまでうまくいってますっていうことのねぎらいは言わないといけないよっていうことを僕は企業研修なんかではお話をしてるんですね、はい、ですからそういう意味では一番気になってるのは、うん、自分たちがいちいちその使用抹殺の私の方が年齢上のに下なのにっていう考え方ではなく、うん、やっぱり目的のために、うん、自分はサラリーをもらってそして気持ちよく役割に徹してそのために頭を下げていたりそのためにこの人に俺を言ってるんだっていう形でプライベートと役割は分けて考えた方が、いいんではないかなと思いますね、うん、なるほど。そうですね、年下の人に頭を下げるって難しいことですが役割に徹したら、うんね、全うしようって思いますもんね。そうそう、うんうんうん、やっぱりねこう職場って僕ねすごく今の話しながら思い出したことがあって、はい、僕も仕事をするときにすごく大事にしてるんだけど、うん、あのあるこう若者がねなんかテレビの番組で詳細も僕らは会社員なんて機械のパーツみたいなもんですからって十度こう冷めた意見を言って、はい、そうだそうだっていう雰囲気がなんかあったんですよね、うん、その時にこう有名な作家さんが僕から言わせれば君はパーツにすらなってないんじゃないかなって言ったんですね、うん、えっと思いますよね、はい、それは何かっていうとパーツはね時計のパーツを考えてごらんってパーツが一つなくなるとその時計はちゃんと時を刻まないんだよ。でもおそらくそういうことを言う人は多分その人がいなくなっても時計は動くんだね、君はおそらく時計のパーツにもなってないんじゃないかなってその絶妙な解消をしたんですね。僕はすごく感動してね、うんはい、本当にそうだなと、うんうんうん、自分がね所詮機械のパーツだって言ってしまう人っていうのは、うん、意外とその人がいなくなったって会社動くし、はい、何ら問題がなくスムーズに、うん、利益は追求される、うん、そうなってくるとあ自分は何だったんだろうってなるよね、はい、で僕はその役割に徹するっていうのはやるならば徹底的に完璧なパーツになってやろうと、うん、自分がいなくなったらもう完全に動かないぐらいな存在になろうという一つの目的を持ち始めると、はい、あの人がこういう言い方をしたとかあの人は僕より年上なのに年下なのにとかいうことは本当にお客さんに喜んでもらえるために自分はここに来てそういう目的がある。そして自分自身がこの会社が効率的に動くためにパーツとして雇われたら完璧なパーツになってやろうと思うとね、うん、おそらくそういう部分の問題っていうのは枝葉になってあまり気にならなくなるんではないかなと思うんですね、はい、だから僕も仕事をする意味では完璧なパーツになれてるのか、自分がいないと本当に成り立たない存在に自分はなっていくのかっていうことを常に目的にするとまあ、その言葉尻とか、うん、向こうが年上だとか年下だとかいうのはだんだん枝葉になっていくんではないかなって気がします。そうですね、もうパーツのような存在、職場でも大事な存在になって、なっていきたいですね、うんはい、それはぜひともね、どの仕事をやられる時にも心得た方がいいかなと。自分がいなくなっても成り立つような仕事の仕方はすると、うん、要するにすげ替えをいくらでもできるんで、すげ替えができない、うん、例えばご主人とか、すげ替えができない奥さん、すげ替えができない部下、すげ替えができないリーダー、すげ替えができない先生、はい、自分はそういう人間になれてるんだろうかっていうことにこだわった方が、うん、いいような気がします。すいません、長くなっちゃいましたが、ありがとうございます。皆さんからの質問やコメントもお待ちしております。お待ちしてますね。ではまた。